こんな感じですかね。わー、はい、すごい。このへこみが結び方もあるし素材もあるし、遊びがあることでちゃんと元に戻ったりするので、細長い布にそんな仕掛けがあるなんて。そういうことなんですよ。こんばんは、 PR チャンネルプレスルームの森千春です。今回も星葉さんに教えてもらおうの回です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、ネクタイ。おお、ネクタイ、はい、ギフトとして、例えば父の日にあげますって言っても、女性としても悩ましいポイントでもあるんですよ、ネクタイは。おお、ネクタイプレゼントしたことありますか？はい、あります。へえ、ネクタイ。それお父様に。はい。喜んでた？喜んでました。おお、すごく喜んでもらえたんですけど、やっぱり選ぶときには柄も素材もブランドもたくさんありすぎて難しかったですね。いや、それは難しいよね。逆にでもネクタイもらうこといただくことってありますよね？ありますけど、しないね。ショック。なぜかというと、女性はなんか素敵とか華やかとか主観でこう、なんていうの、選ぶじゃん。ちょうど桜の季節じゃあピンクのネクタイあげようかなみたいな、 しないんだよね。そう。あ、そうなんだ。そう、大体みんな女性は失敗してると思う。うまいネクタイの選んでプレゼントした人、50年生きてきて1人しかいないんだよね。逆にそれはどんなネクタイだったんですか？ネイビー無地ですね、僕が今日してるのは。いや、逆にあげる側からしたら絶対に選ばないですね。うんうんうん、でしょ、普通選ばないじゃん。はい、だからこういうのを選んでくれた人のはさすがみたいな感じでしたね。今日はじゃあ、うん、ネクタイをつける側 の男性目線のものとしていろいろ教えてください。うん、あ、全然もちろん。ネクタイってまず意味何みたいなことでしょ？そうなんですよ。ネクタイの、まあ、そもそもの意味を知りたいですね。そもそもの意味はすごく古い歴史を紐解いていくと紀元前にいっちゃうんだよね。え、そんな古いんですか？そのぐらい古いというふうに言われてます、一応。はい、紀元前ってなると当然洋服だってそんなに発達してないし、武器だってそんなに発達してないしっていう時に、同じ人間同士が戦った時にこっちが味方こっちが敵って分からなくなっちゃう。はい、うん、だから味方は同じようなものをしてる、だから赤組と青組みたいなものだよね。もう運動会の帽子みたいな。そうだね、イメージですね。そうだね、分かりやすく言うと、そう、赤組白組とかね。紀元前の話は中国の兵馬俑ってあって、はい、石の中、あの土の中から出てきた何千体も出てきた、あの中の重装歩兵みたいな人がここにここに着物というか着てる服のところにこう首元に巻いてたんだよね。それじゃあ中国が起源ってことですか？まあ、いろんな本当に諸説あって、ネクタイのことをクラバットっていう言い方するんだけど、それはクロアチアみたいな言い方なんだよね。フランスのルイ14世たちがネクタイみたいなの巻いてるのを見て、その、まあ、部下たちが、いや、あれはクロアチア人です、ああいうの巻いてる人はクロアチア人です、それをクロバットって言っちゃったのが起源で、クラバットっていう風になったというふうに言われてる。最初はクロアチア人を指してた言葉が。そう、基本的にはそういう、私は何者なのか、誰それのグループなのかということが分かりやすく見えるような形にするために、このネクタイみたいなものができたというふうに言われてます。じゃあもうスーツもでしたけど、うん、軍服が最初とかすごく多い、ね、多いんですね。多いね、軍服が多いよね。こういうストライプの柄のタイとかもあるじゃない、はい、それの色の組み合わせによって軍の部隊が変わってくるというか、陸軍なのか、それが海軍なのか、空軍なのか、それともどこどこ部隊なのかっていうことが、学校と一緒よ。はい、すごくいい大学出てらっしゃると思うんですけど、学校には学校なりの学校カラーというスクールカラーとか ありますね、うん、それがやっぱりこういうふうにネクタイのこう柄に出てくるというか、でそれが今も残ってるって思ったら面白いですけど、軽率には選んじゃいけないっていう。まさにすごいいいことを言うね。あとは向きがあって、左向き、はい、右向きとかって、まあ、ちょっと話したかもしれないけど、はい、左上からこう右下に向かっていくのがアメリカ式っていう、右上から左下に向かっていくのがイギリス式っていうんですね、はい、だから首相が、うん、例えばアメリカに行くって時にイギリス式をしない方がいいっていうことですね。そうまさに意味があるということを覚えておいてもらった方が多分いいよね。スーツはその全世界標準があるからこそ気をつけなきゃいけないことも多いんですね、うん、まさにそういうことですね、はい、ネクタイなんてそれの最たるものというか、でも無地は意味がないから、だからまずは無地に勝る柄はないっていう言葉があるんだけど、無地のものをするのは一番ベストだと
結び方はあるんですか？結び方もあるし、素材もあるし、はい、幅もあるし、太さもあるし、長さもあるし。あ、長さも違うんですか？長さも全部違いますね。人によってやっぱり違うんで、一応だいたいウエストのベルトの位置ぐらい、ギリギリのところが一番。ベルトの位置がまあここだとして、ベルトの真ん中にちょうどかかるぐらい、このぐらいですか、はい、ここに合わせて標準決めて結んでいくのが、あとここの太さとかもね。あ、ここの太さはここのね、そうそう、ラペルの太さなどなど加味した上で決める。決める、そうね。ちょっと今ネクタイ結ばれてないんですけど、一番オーソドックスな結び方でちょっと結んでいただけたりしますか？はい、お願いします。逆に一回これね、 AKB の人たちと一緒に僕、はい、やったことがあるので、はい、48人分審査したことがあって、はい、じゃあ私もいじり岡田さんと一緒にやりました、ね、まずこの中入れるんですよね。よいしょ。お父さんだと思ってぜひ。じゃあ早くしてよってもう言われちゃいそうなんですけど、うん、あでもそうね、よいしょ。あ、ここに入れたいのにちょっとごめんね、下から覗くけど。一応結べてるかな。ちょっと、まあ、点数でいくとかなり低い。悪いポイントから教えていただいてもいいですか？まあ、まずシャツのボタンが止まってない。あ、一番上までちゃんと止めないと、はい、きちっと上げないとダメですね。そこここ空きすぎですか？そうですね、はい、ちょっと上がらないんですけどね。あ、こうか。あとはこれ あっちゃこっちゃ向いてるから、これは前なのにこれは後ろ向いてる。あと長さがこちぐはぐとか。あ、これねじれちゃったんですね。難しいんですね、ネクタイ。普通に皆さんこうキュッキュとか言ってますけど。そうだね、これこそ慣れというか、はい、ディンプルって言ったとここにエクボの前ですね、はい、まあつけてもつけなくてもいいので、こういうちょっとへっこまされる、はい、そうすると立体的になって綺麗に見えるというと。ちょっとやっていただきたいな。いいですよ、一回ほどいていただいていいですか？はい、ほどくのはどっちかを引っ張れば。そう、そんな感じ。まあでもね、ネクタイ結ぶの難しいのよ。これ人体って言って、こういうトレソーでやるの難しいんだけど、はい、ちょっとあれだよね、チグハグに。これ今なじませたような感じですか？そう、なじませて、あと最初の長さがやっぱりちょっと違うから、はい、ちょっとこうしといて。あ、だいぶ短めに設定するんですね、遅い方。上からこう出すと、はい、下入れてちょっと整えて、はい、あ、下の方にしてキュッと、うん、こんな感じですかね。わ、はい、ここきちっとしてる方が、あ、すごい、このへこみが、はい、美しい、はい、よくを言うならばここをこうして後ろに入れてあげて、はい、なるべく綺麗に揃ってあげることがバッチリですね。へー、このサイズ、このノットの部分はどれくらいの目安で、うんうん、V ゾーンとのバランスもあるんだけど、このぐらいは一番ベストなんじゃないですかね。でここも隙間なくこう上げる。そうです、それが落ちてたりするとかっこ悪い、はい、うん、でこのディンプルディンプル、はい、エクボって言いますね。エクボ、はい、このエクボですか、はい、エクボをきちっとつけてあげるとより綺麗に見える。なんか確かにのっぺりしてなくて立体感があって綺麗ですね。そうですね、スーツは立体感が非常に大事なんです。これはもういつの時代もこの結び方なんですか？そうです、結び方いっぱいあるんですよ。一応これがプレーンノットって言われる一番基本で、これを2回巻いて垂らすっていうパターンもあるし、そうするとダブルノット、あとウィンザーノットって言ってちょっと変形でやり方ちょっと違うんだけど、1回こっちの右の方で巻いておいてもう1回やる巻き方っていうのもあって、セミウィンザーノットとか、まあ、いっぱいいろいろあるんだけど、巻き方が生地が厚かったり薄かったりするとやっぱり巻いた時の印象が変わっちゃうんですよ。だからその生地によって巻き方を変えたりとか、そういうこともできる。この生地は何ですか？これはシルクのサテンっていう、いわゆるまあフォーマルな場所で使えるネクタイ。このツルツルのが、ツルツルで一番基本系の基本ですね、これね。はい、持ってなくちゃいけないタイプです。あ、そうなんですね、はい、でもいろいろ素材もありますよね。素材はいったらもうキリがないね、本当に、はい、うん、でも大枠で分けると4つあって、はい、シルクのジャカードって言われる肉厚のタイプのもの、あとシルクの薄手のもの、はい、でプリントタイって言われるもの、あとはこういうシルクとかじゃなくて他の素材のもの、カシミヤだったりニットだったりっていう。あ、たまに見ますね、うん、ニットで長細いものみたいな。そうだね、ニットのものはね、割とカジュアルなシーンで使うやつが多いのかな。だから素材によって全然印象はちょっと変わってきちゃうという、うん、さあ素材の違う2体のマネキンが出てきました、はいはい、きちっとしてる
見えるっていうのはどっちがきちっとして見えるかって多分一目瞭然だと思う。やっぱりこっちがきちっとビジネスシーンかな、はいはい、っていうようなイメージですね、はい、そうですね。でこっちはどっちかっていうとカジュアルってことなんだけど、それはポケット一つデザインとってもちょっと分かるというか、こっちはパッチポケットというか外側にこうつけてるやつで、はい、これフラップポケットっていうやつ、雨風をしのぐためにこういうのがついてるやつなんだけど、あとは注目ポイントとしては襟の形、あの以前やったあの襟の違いですね、うん、そうですね、すごく短くて、うん、この角度も水平に近いというか水平に近い、うん、ワイドスプレッドっていうやつですね。でこれレギュラーカラーといって一番フォーマルな、フォーマルというか一番、まあ、レギュラーなので一番それがまあ基準値的なカラーなのかな。もう全てこれはもう一番オーソドックスな形。そうですね、オーソドックスな形です。これは先ほどおっしゃってたネクタイに、ね、はい、これは何ですかね。多分おそらくカシミヤだと思います、ね、あやっぱり素材が持ってるこの柔らかさとか雰囲気とかっていうことがこう出てくるからちょっと柔らかい印象になる、はい、こっちはどっちかっていうとシャープじゃない、ソリッドというか。そうですね、素材からしてシャープな感じがしますね、うん、なんかクリアな印象でしょ、はい、これはまあ粗毛系のスーツって言われる、目が本当にクリアじゃない、こういうものにこういうのってあんまりよく似合わないんで、似てるじゃない素材がこれと似てますね、ちょっとモコモコしてるような、そういうものに対してはすごくよく似合うよね。ちょっとそうモコモコしてるとか、逆でこのジャケットにこの素材のネクタイというのはどうですか、うん、いや別に合わなくはない、合わなくはない、おかしくはないけどより柔らかい印象にするんだったらこういう方が、やっぱり意識はした方がいいんですね。色はどうですか。色もいいと思いますよ別に、はい、ネイビーだからネイビーとかではなくて、うん、全く同じでもいいんだけどね別に。でもそうするとちょっと制服感が出てきちゃうんで、あ、うん、少しずらしてる方がいいんじゃないかと思います、ね。まあ、こういう異素材のネクタイって、うん、なんか個人的には難しいのかなと思って、うん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 、この粗さもいろいろ種類があるじゃないですか、うん、そうね、そうなると、うん、ジャケット合わせるとなると結構難しくないですか、ね、難しい。だから一番最初に普通のものから揃えていくのが一番ベストとされますよね。これをできないのにこっち行かない方がいいよね、うん、そういうことですね。あとはやっぱりネクタイの良し悪し、いいネクタイか悪いネクタイかってやっぱりこう 見分け方がやっぱ重要で、何が違うんですか。やっぱこう持ってもらった時が一番大事なんで、ね、はい、で持った時にちゃんとしっかりしてるとか、の分かりやすくやると、はい、こうやってやってこれでいいんです。え、何が、ネクタイねじれてないじゃない。はい、まっすぐねじれてないのはいいネクタイということです。へえ、そう持つんですね。そうですね、ちっちゃい方をね持つと全てが表向きにこう今落ちてるのがいい状態。そうですね、はい、ネクタイってどうやって取ってるかっていうと生地がこうやってあるじゃない、はい、縦に取ってるわけじゃないんだよねネクタイって。生地をね斜めに取ってるビュー、それで折りたたんで作るのがこのネクタイなんですよ。そうなんですね、だからねじれたりもするんだけど、そういうのをちゃんとうまく作ってるかどうかっていうことが一つの試金石になるんだよね。大変なんですよこれ作るのも。あとはね、この後ろに、はい、こっち見てもらうとここに糸が出てるんだよ。これほつれではなく、ほつれじゃない、うん、なんか糸が何やら輪っかの、ネクタイってやっぱりね結んだりすると伸びたり縮んだりこういろいろするんだよね、変形しちゃったりとか。それがあることによって遊びがあることでちゃんと元に戻ったりするんだよね。あえてのその糸を余らせてるんですか。そういうことですね。そういうのがついてるかどうかっていうのもいいネクタイかどうか見分けるポイントだったりするんです。こんな細長い布にそんな仕掛けがあるなんて。そういうことなんですよ。星葉さんは何本ぐらいネクタイ持っていらっしゃるんですか。そんな多くないよ、僕30本ぐらいじゃない。無地で、無地でネイビーが多いかな。ネイビーだけでザーってある。ネイビーが一番やっぱオーソドックスな。何でも合うんだよね、茶色のジャケットでもグレーのジャケットでも。基本すごく合うので、ネイビーはすごく使いやすいですね。あともう一ついいですか。いいですよ。あ、なんか人によってここをすごい浮かせる人、うんうんうん、とかマネキンですごく浮いてるマネキンを見たことがあるんですけど、うんうん、あれは見せ方ですね。立体的に見せるっていうことの一つ、ロールが綺麗に見えるのと一緒で、はい、でここがへこんでるのと一緒で、うん、ここもやっぱりペタってなってるよりはちょっとこう立体的に見える方がすごくかっこよく見えるというところもあって、そういう風にしてますね。ここちゃんときちっと締めないとこういう風にならないんでね。あ、上まできちっと締めた上でギュッと、うん、隙間なくギュッと、隙間なく、隙間できてるやつはもう全然信用しない方がいい。ああ、もうそれは覚えときます、はい、分かりやすい指標になりそう、はい、あと崩し方っていうのがあって、これってちょっとこうやってやってる人とかいるんだけど、ありはありなんですか。いる、
ファッション業界は多いんですか？イタリア人とかわざとやってる人とかいるけど、俺はあんまり信用はしないから、まあ、代券と証券こっちが長かったりとかわざとやったりする人もいるんだけど、それは、うん、あの京都のさお庭とかと一緒で、はい、15個あるの1個だけ見えない14個しかないお庭とかあるじゃない完全にしないというところ、あ、うん、完全にしてしまうと全部終わってしまうから、はい、不完全な状態をあえて作る。すごいやっぱ奥深いですね、ネクタイ一つとっても。はい、このネクタイ会は以上になります。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ちょっとあの別件なんですけれども、はい、別のチャンネルを発足しまして、ね、やってらっしゃいますよね、はい、うん、実はちょっとね恥ずかしくてあんまり宣伝はしてないんですけど、はい、女子アナを辞めたい女子アナっていうタイトルテーマで、うんうん、まあ、いろんなシチュエーションに合わせて演じる、しかもその場で言われることに対して即興でやってみて、うん、それをあの BR のプロデューサー大和さんがジャッジをするっていうのチャンネルで、うん、ぶっつけ企画、ぶっつけ企画、もうね恥ずかしいし、うん、もうでもその恥を捨てて、うん、結構身を削って頑張ってるのでぜひ見てみてください。でそれってすごい訓練だよねバラエティ番組出た時とかもさ、ひな壇立った時とかもさ、はい、なんかそういう訓練ができてるといろいろ返しができるようになるじゃない。いや本当に今後もじゃあ、はい、よろしくお願いします。いいラリーができるように私も頑張ってまいります。こちらこそということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。これからも大人のファッションライフスタイルをご紹介していきます。チャンネル登録はこちら、こちらです。おすすめ動画はこちらです。こちらもご覧ください。